はいどうも、カードショップ山本への山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。アカタンバーンということで、はい、今までねあんまり採用してこなかったこいつですね。血の裏切り、3万で相手のクリーチャーをパクると、はい、そういうカードなんですけど、まあ、ちょっと今回こいつをね1枚ピン刺し採用、まあ、最後の一押しとかね、まあ、勝者とかシェオル最後パクって決めに行くみたいな感じの、うん、展開用ですね。焼くかパクるかだったんで、どっちも3マナ、ナヒリのあれと、それだったらパクった方がいいかなということでね、今回これを採用してみました。はい、当然ね、最悪将来からも使えますんで、はい、切り札になり得るんじゃないかなということで、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、それでは7枚でキープします。3ターン目のスクリーンまでねこうスムーズにいけるとかなりいい感じだと思うんですけど、どうでしょうか。何球も赤ターンか。いや、いいの引きましたね。さあ、アタック。まあ、やはりね先攻の方が有利なんで、うん、殴ってきますか。それは意外だったな。さあ、スクイその進行を殴ってきますか。さあ、冷やそう。まあ、もらいますか。さあ、クリーチャーを出して殴っていきます。アタック、はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行、なかなか初手に熊野が来ないですね。さあ、相手ダブマリ、もう熊野が来てくれた。マジか。さあ、敵対者で殴っていく。ラリコッパイ飛んでくると思わんかった。さあ、火遊びで2点かわして殴っていく。4点、ハンドに8点あるから、あと5点削れれば。リアニか。
はい、大変ありがとうございました。さあ7枚でキープ。先行でこの反動ありがたいけど、1枚ぐらいでもちょっと火力欲しいところですね。さあフェルド、火力が欲しい。稲妻の一撃あたり欲しいですね。総員の速走を出して殴っていく。うん、まあ黒の嫌なところですけど、ダメージを食らわない。反逆のうるつく。さあこれでライフが残り9、ハンドに8あるからあと1点何度か削りたいですね。え、削らせてくれるか。さあフェニックスのヒナ、さあアタック。そうだ、はい、さあレガーサへの進行。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。クマの2枚か。次のターンフェニックスのヒナとクマのとこで行った方がいいかな。まあ相手次第。さあさらにクマのを出して殴っていく。さあ総員の速走でアタック。ハンドに8点あるのは非常に強いですね。さあもうこれは勝てそうですね。あれが最後の進行。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚デッキ。さあクマメからいきます。お兄ちゃんとか。さあだ
なんとしても、削り切りたい。さあ、火遊び。さあ、だ。ターン終了。回復はさせたくないよね。修繕。さあ、稲妻の悲劇。いいですね。これが最後の進行で当たった。回復されなければ。さあ、ケイリクスか、切ってて無鉄砲がつく。間違えた。はい、対戦ありがとうございました。まあ土地一枚でも行くでしょう。とりあえず2ターン目までは動けるからね。まあ2ターン目もし土地を引いたらフェルドン突っ込めるし、その後即走火遊び突っ込んでいけるし、でこの対戦がね、オープニングとエンディングを取った後にやってるんで、一枚も引かんかった血の裏切りが引いてます。だオープニングとエンディングでは、オープニングちゃうか、エンディングではね、引いてないって言ってるんですけど、その取った後に、はい。これどっち？ライフ考えるとこっちの方がいいような気するな。さあ、火遊び。スタート。場合によったら血の裏切りでパクって一気にライフ削っていってもいいかもしれんけど、土地が来れば。いやー、それはやべえ。スタート。通してきましたね。いい引きですね。多分余裕を殴ってくるかどうか。さすがに殴っては来ないか。
さあ、血の裏切り。さあだ。あと3点。あとはレガーサーへの進行で。簡単いきなり19点は削れないですからね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。カタンバーンということでね、まあ、今回には今まであんま採用してなかったこの血の裏切り入れたんですけど、まあピン刺しだったんでね、うん、引かんかった今回引くまでちょっと頑張ろうと思ったんですけどね、うん、引かなかった。というか一回もほんと見なかったね。ハンドで腐ることもなく、まあピン刺しはそんなもんかまあ次はね、もうちょっと、で枚数増やしたら今度逆にハンドで腐りそうで嫌なんだけど、そこちょっと難しいね。そもそもクリーチャー入ってないデッキとかもあるしね。まあそこはちょっと難しいんですけども、まあこんな感じで、今環境は赤単これで締めかな。多分時間的に次はないと思うんですけど、まあ、新環境ね、多分赤単めっちゃ強くなってるんで、はい、結構早い段階で、やると思いますんで、またよろしくお願いします。はい、そんな感じで、赤タン好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。